はい、こんにちは、マリリンちゃんです。よろしくお願いします。今日やるゲームはね、こちらの幽霊列車、もう結構ね前に流行ったみたいですね。なんかね、どうやら新しいのがね今度出るみたいなので、お風呂のやつ、はい、なのでね、あえて以前流行った方、幽霊列車、こちらちょっとねやってみます。ちなみにマリリンちゃん、このゲームねやったことないです。まだ今ね買ったばっかり。はい、それでは早速始める。田中健介42歳男、保険会社営業部長。営業部長、そこまで細かい設定なんですね。田中仕事もどうなのかな。7月か。はい、動かし方、あ、オッケーで、はいはい、どうかな、こんな感じかな。あ、オッケー、はい。それじゃあね、田中さん、俺電車ですね。電車に来て、これ走ったり、ジャンプとか走りはできないと。はい。で、改札もこれ入った後なのね。OK。これどっちがどっちだろうな。わかんねえ。とりあえず、はい。あ、これ、逆走か。はい。まあいい。はい。それで、これちょっと眩しいかな。大丈夫かな。ちょっと、明るさいじります。はい、こんなもんかな、いいかな。はい、まだ列車が来るまでに時間がありそうだな。タバコを吸う余裕がありそうだ。喉も渇いたし、とお腹が痛くなってきた。この時間はいつもお腹が痛くなってしまう。全部じゃねえか。ちょっと待って、田中は何からやろうか。トイレかな。トイレ、あ、すごい床ピッカピカだなこれ。ほら、ちょっとおかしくねえかこれ。蛍光灯だよねこれ。蛍光灯が上にない、あ、これか。はい、まあいいや。はい、じゃあまずトイレね。トイレ行きましょう。田中男性なのこっちね。はい、行きましょう。うん、鏡には映らないスタイル。はい、これよくありますよね。で、これは掃除用具入れ。はい。バケツ置きっぱだけど、これいいのかな。はい。ここか。はい。トイレ映ってねえか、これ。ね。トイレ映っちゃってる。はい、いいや。トイレ見してやろう。入ったのかな？はい。これでも電車に、乗ってる最中、急行とか快速に乗ってる時、お腹痛くなってる時、もう絶望だよね。マリリちゃん結構あるんだけど、ほんと絶望でしかないよね。はい、流しまして、終わりかな。あ、出ていいんだね。はい、出ましょう。はい、で、あれ、これさっきあったもん、デッキブラシっていうのかな。デッキブラシなかった、あったのかな。これ便トイレ、これ突き抜けてるね。ここもトイレはいいのかな、これ。いっか、とりあえずじゃあ出ましょう。で、なんかまだ電車来ないよね。はい、こっち女子トイレは何もないと。はい、さらっと入ったけどね。田中これ捕まるな。はい、田中さんは捕まりますねこれね。変態だな田中さん。でジュースね。どっち買えばいいのこれ。こっちはお茶とコーヒー。あ、同じじゃねえか。同じだね。じゃあこっちで買おうか。はい、飲み物買いましょう。はい、で飲んだのかな。で、あと何だっけ、あ、そうそう、タバコだ。タバコ、今喫煙所ってこれ駅にあるの？ないよね。昔あったよね、この辺に灰皿とかあって、普通になんかみんな吸ってたよね。で、しかもなんかこう中でね、タバコ燃えちゃったりとかして、若干火事みたいになってたよね。あ、これかな。
はい、喫煙所入りましょう。うん、ここ、吸った煙吸った。これ輪っかとかやってほしいな。輪っかとかできないねタバコね、マリリンちゃん今吸わないんだけれども、これでも駅とかにも今なくなっちゃったから吸う人多分きついだろうね。昔はね普通に、あ、来るねこれ。あ、来た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 、はい来た。はい、うん、あ、普通ですね。これ幽霊っぽさはないですね、今のところね。はい、で歩っていけばいいのかな。これそう、電車って一回乗るじゃない、でずーっとこう端っこにダーッと歩っていく人結構いるじゃない。最初から端っこいればいいのにねって思うんだけどね。あ、でもそっか、結構あれだもんね、都内だともうなんだ、俺は気に入ってる席があるはい、2両目の左のシートの奥の角の席だ。2両目の奥の角の席、すげえこだわりあるんだね。でもなんかあれなのかな、降りる場所とかね、近いのかもしんないね。ここで2両目なのかな、2両目の奥の角の席。この人は、あ、話せた。いつも終電に乗っている OL だ。話したことはないが話しかける必要もないだろう。そりゃそうだよね電車乗ってる人話しかけたら完全なる変態だよね。これはやばい、俺も疲れているし多分彼女も疲れていると思うしな。うん、まあそうだよね、終電だもんね。あ、見た、あ、こっち見る、こっち見てるね。この隙間なーに、こんなのあんの、入れないね。あ、消火器とかあるんだ。へー、あ、こんなのあるんだね。話した。はい、で2両目の奥の角の席ってここのことかな。そうだね、座りだけど奥も行けんのか。あ、まだ行けないね。じゃあ座りましょう。はい、え、何これ、セミセミがいたんだけどなんで、え、今駅通り過ぎなかったかおい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 、田中そっちかよ。いや今セミだろ、セミどう見ても。あの駅俺の降りる駅なんだけど、俺の見間違いか仕方ない、あのいつもいる女の人にちょっと確認してみようえ、セミ完全スルーなのこれ。え、大事件だと思うけどね、セミ。今のセミちなみに何だったんだろうね。つくつく帽子とかかな、アブラゼミかな。でも7月って書いてあったよね。7月ってことはまだなんだろうね、アブラゼミっていうの、クマゼミ。でもつくつく帽子は8月の後半だよね。まあいっか、セミのことはどうでもね。はい、 OL、 すみません、さっきの駅通り過ぎましたよね。ええ、通り過ぎましたね。でも私が、あ、私が降りる駅はもっと後ですし、疲れていて報告する気にもなれないんです。さっき通り過ぎたホーム、それが俺の降りるホームだった。この状況ではタクシーを呼ぶしかないな。あの、でも必要であれば運転手に話しましょうか。なんて思いやりがあるんだ。運転手に話せんの、彼女が疲れて果てるっていうのは明らかなのに。目が疲れているのを物語ってる、あ、目が疲れているのを物語ってるね。そうね、疲れ目ってことじゃないよね。いやいや、自分でどうにかします。
わざわざあなたにしていただくなんてできません。俺が行ってきます。ここにいて休んでいてくださいなんで微妙な優しさ見せてんのこいつ。田中、わかりました。何かお手伝いできることがありましたら呼んでください。あー、なんか連帯感生まれてきたね。恋するのかこれはい、でちょっと待って、運転手に話しかけるってどういうこと？あの電話みたいなやつってこと？でもあれ緊急の時用だよね。まあいっか、とりあえず運転席、ちょっと待って、運転席、これ外どっちに流れてる？こっちでいいんだよね、多分ね。はい、特にこの辺なんもないもんね。なんもねえ、ほんとなんもないね。え、これ合ってるよね。ここまでなんもないとすっごい心配になってくるね。はい、あ、なんかいるぞ。なんかいるね。え、待って、なんかセミだよ、これ。セミ、セミの音する。すっげえ笑って、キモキモ。よいしょ、おどけダメなんだ。セミが逃げ出したっぺ。3匹も逃げちまったっぺ。お前のセミかちょっと待って、セミどうやってっぺ。俺は急いでるんです。そこをどいてくれませんか。逃げられたっぺ。とても気分が悪いっぺ。なんということだ、彼に言葉が届いていないようだセミは昔から大嫌いだ。セミの声うるさくって聞こえねえじゃねえかこれ。嫌な昔を思い出す。なんだろう、セミで嫌な思い出って。セミは嫌いだが腹をくくるしかない。セミを3匹もいいよ。セミ飛んないとダメ。めっちゃ笑ってんじゃん。わー、これセミどこにいるの。これ見つけやすいところにいるのか。そう、セミってあれだよね。つくつく、あ、いる、なんかいるぞ、なんかいるぞ。これここ、違うな、こっちか。ん、あ、これ、これドアか。つくつく帽子の鳴き声とかすごい、なんかこう、あ、いた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 。勉強したことあったんだけど。1匹目、 OK。あれだよね、つくつく帽子、最後にウィアーウィアージーって、あの声ね、なんかこう真似したくなるよね。え、これ一匹取ったら届ける感じかな。この前やったのもなんかそんな感じだった。あ、これ一匹取んないとダメな感じっぽいか。いないもんね。いる？これセミ見づらいよね。あ、これが、あ、違うなこれドアだもんね。あ、あ、これだ。はいはい、2匹。はい、もう1匹。あ、これ違うねえ、いるか。え、いなかった。あ、いた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 、こんな端っこにいた。よし、捕まえた。 OK。はい、3匹 OK ですね。これで、じゃあセミに行きましょうか。はい、これ OL びっくりするかな。キャーセミーみたいな。私に何かお手伝いできることがありましたら呼んでください。うん、びっくりしなかったね。はい、行きましょう。そしたらじゃあセミを、あ、ちょっと待って、今なんかセミの影が、え、いねえぞ。なんでこの影、どこ、どこの影。あ、いった。ちょっと待って、これ4匹目だよね。まあいっか、1個プレゼントだ。セミ4匹いたけど、これあいつ喜んでくれんのかな。でも完全に危ない人だよねこれね。今電車結構あれだからね。
怖いからね。はい、セミ持ってきたよ。離せねえぞ。3匹いなくなったっぺ。セミを捕まえないと。こいつは動いてくれない気がする。は、今マジか。これちょっとやっちまったか。はい、3匹目持ってきましたよ。はい、どうぞ。どうですかね。あ、オッケーオッケーオッケー。動いてくれたね、これ多分ね。うん。はい、よくやったっぺ。ん、茶色がいるっぺ。とても気分が悪いっぺ。茶色いセミダメだったの。よくや、あ、同じか。はい、え、なんだよ。あ、え、こんな簡単に運転席って入っていいの。これ大丈夫。はい、おい。そりゃおいだよね。何やってんだよって。どうされましたか。どうしたかだな。おいって田中が言ったの、これもしかして。ありえないね。どうしたかだって。列車を次の駅で止めてくれ。俺が降りるはずだった駅に止まらなかったんだ。ああ、そうでしたか。ぼーっとしてたのかもしれません。それ許されないでしょ。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。この件に関する賠償金をお支払いします。金で解決しちゃうね。ここに連絡を書いていただけませんか。いやいやいや、ちょっと待って、これどうすんの。あ、終わった。うん、鉄道会社にクレームを入れようとは思わない。何か事件が起こっているわけではなくてよかった。あ、そうだよね、今ね、このご時世ね、何やってもおかしくないからね。お、電車ジャックみたいなね、あったら嫌だからね。今回は許そうと思う。それよりも明日の仕事が憂鬱だ。そうか、仕事なのね。俺はなんて人生を送っているんだろう。おい、そっか。7月25日。はい、それではね、もうまた改札入って、これって終電ってことなのかな。終電なのにもう駅員さんとかいないんだね。真っ暗だもんね、これ。うん、よし、じゃあ今回はちゃんとこれ乗っていくと降りるのかな。降りないね。カクカク言うな。それで電車がまた来るのかな。うん、これホームも誰もいないね。無人だね。こんなことってあるんだね。これ無人のホームなんて行ったことないからわかんないけど、かなり怖いだろうね。これまたトイレすんのかな、もしかして。あ、同じだね。全然、あ、やっぱトイレすんだ。そうだよね、この時間になるとトイレしたくなるって言ってたもんね。はい、あれ、今日流さない、これ流さないタイプ。あ、流さない。はい、流さないで出るとなんだろうね。やめよ、そういう汚いのね。はい、で、はい、じゃあまたこっち入って、はい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 、あ、入ってるね。トントン、やばいよ。捕まっちゃうね。で、ジュースを買って、で、またタバコ吸うの、これ。はい、もうしょうがない、タバコ吸いに行きましょう。でもこんなトイレしてジュース飲んでタバコを吸うって、電車なんか30分に1本とかなのかね。それなのにこんなに綺麗な、なんか都会的な駅なのかね。はい、オッケー。
はい。で、これで電車が来るんだよね。さあ、電車来ないね。あ、来た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 。はい、黄色い線まで下がりましょう。はい。うん。で、よいしょ。はい、降りる人が先です。はい、じゃあ乗って、で、またあれかな、OL いるのかな。あの OL とあれかな、やっぱり仲良くなるのかね、昨日は大変でしたねみたいな話とかして、恋が始まる、始まんないそういう話じゃないよね。あ、いるじゃんいるじゃん。ちょっとこら、落とした。この女性またこの席に座っている。正直彼女がここにいると安心する。おい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 、彼女と話してみようかな。すごいね。そうだよね、まあ昨日話したからね。うん、いいじゃんいいじゃん、積極的だよね。はい、じゃあ話してみましょうかね。いつもだったらこの人と話そうとは思わない。でも一度話してしまったから話しかけやすいような気がするって話しかけてから考えちゃってるね。これ昨日の事件のおかげだな。まあそうだけどさ、ねえ、昨夜は無事に帰れましたか？はい、どっち？はい、残念ながら。どうして残念なんですか？あ、俺でよかったら話を聞きますよ。この OL が、あれか、残念ながら帰れたってことなんだ。ありがとうございます。でも、今さら話すことなんてありません。手遅れ。でもちょっとだけでいいんで、引き下がらないね。話すだけなら手遅れということもないのでは。いいえ、遅すぎます。ごめんなさい、大変だったんです。私はもう話したくないんです。許してください。わかりました。もう何度も会ったことがあるので分かっているかもしれませんが、普段もこの時間の電車に乗っています。はい、覚えておきます。あー、もうあれか、田中のことは知ってるからいつでも話しかけてね。もう一回話しかけちゃおうか。俺は彼女をそっとしておくべきだ。そう、そうだね。はい、うん、だからナンパ失敗したね、これね。これまた座っていいのかな。これ座るパターンだね。いけないね。はい、座る。お、なんだ、子供？なんてこった、女の子一人こんなところで何をしているんだ。子供はこんな遅い時間に列車の中を歩き回ってはいけません余計なお世話だよねえ、パパ？パパじゃないよ。違ったみたい。そうだね、パパのところに戻ったら。あのね、それなんだけど、パパがどこにいるか思い出せないの。窓で見たセミを追いかけていたらまたセミ逃がしたか。知らないうちにここに来てしまっていたの。おじさん、パパを一緒に探してくれる？子供を一人にするわけにはいかないな。俺に選択肢はないわけだ。わかったよ。わーい、ありがとうおじさん。あー、また、セミ男また乗ってるんだ。じゃあここに、あ、いるね。はい、これ何持ってる？鉄砲？水鉄砲？あ、違うか、飴か。はい、行きましょう。で、片っ端からパパを探していけばいいのね。あれ、来ないよ。話しかけないとダメか。行くぞ。
ちょっとおじさん。なんだい。おじさんに話したいことがあるの。言ってごらん。パパの顔を忘れちゃったみたいなの。忘れた？パパは毎日スーツを着ているの。だからおじさんも同じような服着てるから間違えちゃったみたいなの。パパの顔わかんないから。パパみたいな人に聞いてみるしかないと思うの。そうか。パパの顔を忘れちゃうぐらい仕事が忙しい人なのかな。なんかスーツのイメージしかないっていうからもうほとんど帰ってこない人なんだろうね。あ、それで終電にあれなのか。それで終電に乗って探してたのかな。話しかけ、すみません。ちょっといいですか。この女の子知っていますか。何？わからないな。え、ちょっとこの子です。すっごい挙動不審だけどおじさん。キョロキョロしちゃってほら。まあいいか。え、じゃあこれあれかな、また車掌さんに聞く感じかな。あ、またいるじゃん。でまた聞いてあげよう。はいはいはい、走っているね。よし。はい。え、同じ人だよね。すみません、ちょっといいですか。この女の子知ってますか。いや。その子どうしたんだい。この子がパパといたって言うんですけど、一人だったもので。こんな幼い子供が一人でここにいるなんてありえない。まあそうだね。最近の親はどうなっているんだ。君、その子をよろしく頼むよ。なんで揺れてんだろうねこの人ね。気持ち悪いのかな。ほら、こう揺れ出す人が電車にいるともう要注意だよね。逃げないと危ないね、これ。ブーブー。はい、行きましょう。はい。そしたら、あ、これ立ってる人いるね。この人かな。え、これ同じ人だよね。違うのかな、このほら。似てるよね。すみません、ちょっといいですか。この女の子を知っていますか。いいえ、知らないな。あなたがその子の父親だと思っていたのだが、しばらくの間その子があなたの隣で寝ているのを見たよ。懐かれているようだな。母。何を笑っているんだ。私が、あ、じゃ、俺がこんなことをしたくてやっていると思っているのか。うん。まだいるのかな。これセミの人がパパだったとかそういうギャグはないよね。そういうオチだったら、いや、そんなわけないよね。いないね。あ、いた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 。はい、また話しましょう。ほら、同じ顔だよねこれね。どう見ても同じ顔だ。すみません、この女の子を知っていますか。知るか。それと話しかけるな。短気。ありえない。この子の父親はこの列車に乗っていない。父親はこの子を置いていったのか。あ、走ってた。まあいいか。いや、よくないよね。はい、行きましょう。どこ行っちゃうの。これ反対側に行ったのかな。早いな、あの子。これもうちょい主人公ね、田中、焦った方がいいよね。まあ電車の中で走っちゃ危ないか。そうだね、電車の中ね、意外と揺れるからね。意外と危ない。で、走ってる人がいると結構みんな乗ってる人ドキッとするからね。何みたいなね。あれ、どこ行った。あれ、あ、そっか、もう一両あんのか。この OL の隣にあったんだもんね。女の子はどこへ行ったのだろう。あ、いなくなっちゃったね。いるじゃん、普通にいたじゃん。え、なになになに、セミ。え、ちょ、セミの大群じゃないのこれ。いや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 、これセミ、ちょっとどこ走ってんだこれ。すごい、ちょっと待って、女の子をね、
探さないと。あれ、そういえばさっきまでいたあの OL とかいなくない？あの男の人たちもいないよね。あれ3人だっけ4人だっけ、いたよね、同じ顔の。あれいないじゃん、どうした、どこ行った、おい、これセミあ、そっか、これ幽霊列車だもんね。幽霊列車だから全員幽霊。おお、やばい、上から今降ってきたね。すげえ、プロレス技みたいのかけられたみたいだったね。棚橋ひろしみたいなね。なんだここが俺の降りる駅だ。あ、寝てた。それにしても一体あれは何だったんだ、夢だったのか。夢と現実も、現実の区別もできなくなっているのか。疲れすぎているのかもしれないな。そうだよ、営業部長だからね、やっぱりストレスも溜まってんだろうな。7月26日。